それでは、皆さん揃ったところで、今年の夏の森林公園の感想の方を聞いてみたいと思います。では先取り発信局さんの方からお願いいたします。はい、先取り発信局はこの夏森林公園にかけてきたので、結果がどうであろうとも一番楽しんだ自信があります。この5人でいろんなこと考えて、どんなことしたらファンの人が喜んでくれるかなとか、すごい、なんだろう、 MC のこともちゃんと考えたりして、今までよりもっとアイドルとしての自覚を持てたので、新人公演が出れてよかったなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。クレフリーさん、お願いします。はい、クレフリーフです。まずはこのたくさんのアイドルさんがいる中、クレフリーフをこの新人公演のという大きなチャンスをいただけて本当にありがとうございました。そして私たちクレフリーフのことを平日のお昼っていう忙しい時間に予定を空けて応援しに来てくださった皆さん、ありがとうございました。私たちは、すごい、なんか私たちのことをこの新人公演きっかけで知ってくれる人も増えて、本当に嬉しかったなと思います。ほんまにほんまにありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。アンカーレディさん、お願いします。はい、アンカーレディです。私たちアンカーレディはこの新人公演がデビューの公演になりました。最初に掲げた目標、私たちの成長を皆さんに見せることを目標にして頑張ってきました。この間のアトジャムの方でも言わせていただいたんですけれども、本当に本当に全5回皆さんの応援のおかげで走り切ることができました。どんな結果であれ、アンカーレディは本当にこの夏最高の思い出を作れたと思います。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。そしてアンカーレディはまた大きくなって、一回りも二回りも大きくなって、ここカルチャーズ劇場のステージに戻ってきたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ドリキッズさん、お願いします。はい、ドリキッズです。私たちは3月にデビューしたユニットなんですけど、デビューしてすぐメンバーが1人辞めちゃったりっていうのがあって、ね、応援してくださる皆さんのことを本当にすぐに裏切ってしまってね、もうドリキッズどうなるんだろうとか、もうダメなんじゃないかってすごい言われたんですけど、こういう新人公演という大きなチャンスをいただいて、毎週金曜日本当に皆さんに楽しんでいただけるよう、メンバー4人で夜中までね話し合って、すごく楽しい公演にできるように頑張ってきたので、本当にたくさんの方が毎週平日のお昼に会いに来てくださって本当に嬉しかったです。結果はまだわからないんですけど、結果がどうであれ本当に私たちも最高の思い出になりました。皆さんにとっても最高の思い出になってたら嬉しいです。これからもドリキッスを頑張っていくのでよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんにとってすごい忘れられない夏になったのかなと思います。今回、結成されたグループさんも、すでに活動、されていたグループさんも、全グループさんが、目標に向かって、それぞれ、成長していた、姿を見せていたと思います。こちらどのユニットが、1位になったというのも数字だけで決めてしまうのはちょっと乱暴かもしれないんですけれども、優劣ではなく、結果の方を皆様受け止めていただけたらと思います。ではこちら、結果発表する前にですね、新人公演のルールの方をもう一度おさらいさせていただければと思います。私もちょっと真ん中の方開けていただいてよろしいでしょうか。はい、ではまずこちらですね、一つ目はこちら公演の、動員数、こちらが毎週動員の、動員数の合計ポイントが、ポイントとして加算されていきます。こちら動員数はお一人につき、2ポイントという形で計算をさせていただきます。そしてもう一つが、ガラスの靴シールというものですね。こちら新人公演のオリジナルグッズを買い上げで1000ごとに渡されていた、ガラスの靴シールを、皆様投票していたと思うんですけれども、そちらのグループの皆様の、総数の方がポイントとして加算されていきます。こちらの、動員数の方と、ガラスの靴シールの合計ポイントで、1位のグループを決めさせていただくという形になります。そしてこちら、見事1位になったグループさんが、10月から、こちらキパカルチャーズ劇場で平日の夜定期公演を行う権利というものが、与えられます。
以上が新人公演のシステムになっております。それではまず最終週の動員数の方を発表させていただきます。ではまずこちら4週目までの状態のものですね。でその次が最終週の動員になります。こちらです。最終週の動員はこちらになりまして、続きまして、ガラスの靴シールの投票のポイントの方を発表させていただきます。こちらです。あ、すみません、失礼しました。動員数ですね、ごめんなさい、動員数の合計の方ですね、申し訳ございません。すべての、週の合計の動員数がこちらですね。すみません、失礼いたしました。そしてすみません、続きまして、ガラスの靴シールの、総合のポイントの方を発表させていただきます。こちらが、ガラスの靴シールの合計ポイントの方になっております。そして、最後ですね、こちら動員数と、ガラスの靴シールのポイントを合わせた結果が、こちらになります。ということで、今年の新人人は、ドゥリキスさんになります。おめでとうございます。ちょっと前の方に来ていただいてもよろしいでしょうか。こちらのガラスの靴の方を渡しさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと優勝のコメントの方を聞いたことがありましたらお願いします。本当に毎週金曜日平日なのに頑張って会いに来てくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、本当にこの新人公演が決まった時からみんなで絶対1位になりたいねってすごい何回も話し合ってたんですけど、でやっぱり最初はすごい不安で、平日のお昼にやっぱ会いに行くの難しいかもって言ってる方もたくさんいたので、でも そうやって言ってた方もお仕事休んできたよとか、お昼休みだけど来たよって言ってくれる方が本当にたくさんいて、ポイントもねすごくたくさん、プロマイドとかね、こんなにたくさんあってどうするんだろうって思うぐらい買ってくれて本当に T シャツとかもね、何枚 T シャツね着るんだろうってぐらい買ってたくさん買ってくれて、ね、でもやっぱり会いに来てくれたことが一番嬉しいし、まあ、5回しかなかった公演なんですけど、私たちね3曲しかないのに毎回ね何回この曲聴くのって思ってたと思うんですけど、いろいろ衣装とか変えたり私たちなりにできる公演になったかなと思います。で本当にね、最後動員数がねちょっと負けてしまったので、え、どうしようと思ったんですけど、負けたの心配だったね。やっぱり本当に皆さん素敵なアイドルさんの中にドリキス参加させていただいて、その分ずっと不安だったんですけど、1位という結果でね、10月からの定期公演ができるということで、本当に私たちだけでは取れなかった優勝だと思ってます。協力してくださったファンの皆さん、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、また皆さん真ん中の方に並んでいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ということで、こちらシンデレラユニットの方は、ドリキスさんの方に、決まりましたが、この夏、熱い戦いを繰り広げてくれた、グループの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。この度出ていただきましたグループの皆さん、これからの皆さんの活躍を、すごく楽しみにしております。ということで本当にこの1ヶ月ですね、皆さん本当にありがとうございました。引き続き、各ユニット様の応援、の方よろしくお願いいたします。それでは、もう一度大きな拍手で4組をお送りください。
ありがとうございました。以上で新人公演結果発表会の方を終了させていただきます。来年も再来年もずっと続けていけるように、またこちらの方も精進していきますので、今後とも秋葉原町劇場の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。